おはようございます。安倍義俊です。2024年6月1日、あっという間に、1年が半分終わってしまっていることに愕然と、します。で、そうですね、どっから話そうかな。昨日、ライカの、M11P を買って、4日目 ?5 日目?もう分かんなくなってる。そのぐらいが経ちました。相変わらず、できる限り、毎日持ち歩いて、ちょっとできれば散歩して写真撮っていきたいなと思っていたりしているところです。というわけで、昨日、5月31日、ちょっと、井の頭公園までまた歩きに行って、くるっと一周して、なんか写真撮って、ついでにそのご飯でも買って帰ってくるみたいなことを、できるだけ日課にはできないけど、週に2、3回できたらいいなと思っているところだったわけですけど、昨日は、公園まで着いたら、目の不自由な方がいて、通りかかった時になんとなくちょっと道から外れる方に歩いて行っちゃってる感じがしたんで、大丈夫かなと思って。そうですね、なんとなくその通り過ぎるのも何かおっかない気がして、念のため自転車止めてちょっと声をかけたら、やっぱりバス停を一つ間違えて隣1個前で降りちゃって、ちょっと分からなくなってるみたいな話だったんで、そのまま手を引いて一緒に 何かその喫茶店みたいなところに行くところだったみたいなんですけど、一緒にえちらおちらと歩いていきました。だからそのちょっと面白い散歩道になったっていうか。さすがに道案内の最中写真撮れなかったんで、その間は、一緒に歩いてって感じでしたけど、そうですね、その考えてみると、でもその目の不自由な方の手を引いて道案内をする経験っていうのは初めてかな。なんかそんなことをやったことがなくて、そういえばこういうこと、いろんなことやったことがないことっていっぱいあるもんだなと思って、道案内、要するにそのスマホでなんかね、地図が出せて、何メートル先に何々みたいなことが表示、耳でこう聞こえたりするらしいんですけど、それは喫茶店、その目的地に着いてからそのことを知ったんですけど、行って歩いてる間はちょっと地図を見せてもらって、ここかと大体の目星をつけて歩いていくんだけど、確かにそのできるだけ直線で行ける、やっぱルートがいいみたいなんだけど、こうジグザグ行かないと、たどり着けない道で、それで最終的にちょっと途中でここまでで大丈夫ですって言って、歩き始めたんだけど、やっぱりここから先のこの曲がって大丈夫なのかなと思って、心配になって結局最後までついていっちゃったんだけど、自分的にはできるだけその目の前の状況を説明しようと思ったんだけど、説明するっていうと結局見えてるものを見えてるように説明しちゃうんで、これはでもそうだな、目が見えてないと分かんない説明になっちゃうなみたいなことをこう喋りながら気づいたりして、例えばだから3メートルぐらい先に行っていう、この3メートルってちゃんと伝わるのかなとか、その何がうまく伝わって何が伝わらないのかとかもちょっと分かんなくて、自分の説明がちょっと大丈夫だったのかあれでしたけど、無事たどり着けたんでよかったです。その後公園に戻ってぐるっと一周歩いて帰ってきて、写真を撮りました。その日つけてったのがこの北斗レンダーのカラースコパーの 21mmF3.5 ってやつで、広角は何だろうな、いろんなものがわっと入って一瞬楽な気がするんだけど、撮ってみると、ぼんやりした何が撮りたかったのかよくわからないみたいな写真になりがちで、難しいですよね。そしてどうだろうな、そのピントをやっぱりレンジファインダーでピントを合わせるのに、四苦八苦しました。でも描写的には割と 自分が持ってる、だからそのちょっと曇ってるレンズとかに比べると、これは新品なんで、非常にクリアな写りで、気分が良かったですね。なるべくその手前に写したいものを写し込みながら背景をうまくなんか入れられたらいいのになと思うんだけど、ピントがそんなにこう近くのものに合うわけじゃないんで、その手前のものを大きくと思ってもそんなにこうグッと寄れる、わけでもなかったりして、なんかその辺りもやはりだいぶ苦労しましたね。面白かったです。そしてストラップ問題ですけど、そう結局のところ、昨日ストラップなんかいいのあったら教えてくださいみたいな動画を出したんだけど、その動画自体を撮ったのは一昨日で、昨日そのアップした時には動画の中でだからその教えてくださいみたいなことを返してたんだけど、とりあえずのところその、しばらくの間これでいこうと思って、実はそのこのピークデザインのスライドライトを購入していて、で、これでしばらく使って、これは後々におそらくはその SD クワトロとか、その前の SD1 とかちょっと重ためのカメラ用に使うことになるかなと思っていて、でその後で例えばこのライカ M11P 用に何かこうピタッとくるようなやつがあったらそれにしようかと思ってます。ただ割となんか これでいいやってことになっちゃうかもしれないですね。なんかドリキンさんからクープ
の一応ライカはオフィシャルになっているそのメーカーのストラップの中でその長さ調節があるものがあったはずって言われたんで、今ちょっとそれを探してみているところです。僕はなんかもうなんか目悪くなってきたんで、なんかそのドリキンさんのスマホで、コメントを見て、なんかコーチだと思って、コーチのコーチでも探すとストラップちょっとあったりするんですよ ね、 なんかね、コーチのストラップを探しあったりして、そうストラップ高級とかで、調べるとなんかロエベとかね、なんかいろんなブランドが、割とカメラのストラップ出してたりするんですよね。まあとりあえずこれにして、でただこれがね、今まだつけたばっかりで、これからちょっともし時間あったら取りに行こうと思ってますけど、これはだからこいつここで長さ調整が非常にこう、なんだっけ、こうか簡単に伸ばせて、縮めたかったらこう簡単に縮められて、でパチッと止めるみたいな感じでいいんですけど、結構思ったよりもここのこのベルトが太くて、こう持って、まあそうか、さっ と手に取るときはこう持つからこっちの手ですけど、こう持ってそのストラップがこの親指と人差し指の間にこう挟まってくれると、割と邪魔にならないで、こう素直に取れるんですよ。これがだからこうなっちゃうと、このグリップのとこにこれが挟まって、手のひらの中にこの部品が入っちゃうとすごい持ちづらくて、これは手すべてを落としそうで怖いんですよ。こうなった時にあわわわって持ち直さなきゃいけなくなるのがちょっと心配というか、そのまあちょっと不便かもって思っていたんだけど、今ここでこうつけて歩いてる分には、まあ取りたい時にはこういうふうに持つ癖が、こういうふうに持つ癖が、つけば、まあこれでいけるかな、うん、だからその高いカメラを買っちゃったんで、もう傷とかをつけるのが心配で、このパーツが結構でかくて、これがここにコン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 当たるのが、まあ樹脂のパーツなんで、その傷ついたりしないと思うんだけど、でもコンコン当たるのが嫌で、でこれまたそのドリキンさんがこの間言っていた滑り止めになるちょっとクッション性のあるテープみたいなやつを僕も買ってみて、ちょっとそれをここにつけて、その、クッション代わりにしてます。まあ、こっち側が当たった時に防げないけどね。まあそんなに神経質にならなくても大丈夫とは思いつつ、革のケースも、もうもうちょっと、ね、出品がかさむけど、これだけは買わないと傷がついてからで遅いと思って、買ってしまいました。これはライカの純正のケースであります。非常に革の質感が良い。これは中古で半額ぐらいの値段で売ってたんで、まあお買い得だったと思ってます。なんかいろんな部分にその傷テカリありみたいな、なんかすれありみたいになってたんで、値段がだいぶ半額ぐらいになってたんで、中古とはいえだいぶ傷を覚悟していたんだけど、このぐらいは僕が自分で使ったって、その数ヶ月でつく傷なんで、こんな程度のそのなんだろうな、使用感で半額だったら絶対お得と個人的には思っております。まあ、その傷とかエイジングみたいなものも含めて、それを全部自分でやりたいという、ね、気持ちもなかないですけどね。まあでもこれはこれでいいかなと。さらに、どうも心配性になって、カバンの中に持ち歩くように、まあこれは1000いくらだかの、ちっちゃいカメラポーチを買いましたと。これはまあそんなにめちゃくちゃだから、その1000いくらのもので高級感というものではないですけど、持ち歩くときはだからこれにもたもたしちゃう、入れて持ち歩いておいて、もしくはもうここにこうやって下げて自転車とかに乗って移動するときに、こういう形でもうプル下げちゃってもいいのかもしれないですね。で取りたくなったときにちょっと外して、で後取って、これがなもっとなんかスマートにどっかにこうちゃっとできたらいいんだけど、まあ基本的にはカバンの中に入れる用の、カバンの中でなんかガチャガチャとペンとかとぶつかって傷つけないように、ケースを買ったりもしましたと。ピークデザインのいいところ、これがアンカーリングで簡単に外せるところですけど、家から持ってきたレンズがなんか棚の上で雪崩を起こしている、やばい、そしてこれが今までそのライカ XE とか、まあ他の何でしょうね、DP0 クワトロとかあたりをつけて持ち歩くのに使っていたピークデザインのそのスライドライトの1個、その細いバージョンのリーシュってやつで、そのうちこれの黒を買って、まあ揃えて使ってもまあいいのかもしれないですね。これだとこのぐらいの、長さで、どうだろうな、なんか軽快さっていう点ではリーシュの方が重さ的にもあんなにごついストラップ必要ないんで、リーシュでいいかもな。そのここにちょっと革のパーツとかもついていて、それなりにちょっとした高級感もあるし、色的にももしかしたらこれでも良かったり、あるいはまあちょっと黒を買うとかね。これはライカ XE 専用にしちゃって、
あるいはその、他の DP クワトロとか他のカメラ用にしちゃって、これ使い慣れてるせいでなんかそのストラップの幅に非常に自分がなんか馴染んでるな、迷いますねみたいな感じで、あるいはだからそのクープのストラップなんかよかったらちょっとそのうち買うかもしれないです。今のところそうね、ケースとストラップとかな、ライカ関連で言うと。あとでまたその井の頭湖に行った時の写真を載せます。あとそうそう、あのシャッター、これはねちょっとその純正のやつがちょっと見つからなくて、というかなんかライカショップに行けばあるのか、まあなんかサードパーティー製のシルバーの、ボタンをつけました。なんか取れやすいらしいんで、ちょっとどうなのかわかんないけど、これはもう全然あの1000円するかしないかぐらいの安いやつなんで、そうだな、ちょっとアルミ、まあアルミっちゃアルミだけど、そうだな、確かに公式 の、 その純正品はもしかするとこの金属の光沢感みたいなところがちょっと違うのかもしれないですけどね、少し質感が軽い気はします。この辺りもまあちょっと試しにつけてみて、つけてやはりこれがあった方がシャッターがめちゃくちゃ押しやすいとか、あるいはあんまりなくす心配もなく運用できそうだったら、そのうちもうちょっといいボタンに付け替えるかもしれないです。あとはね、今ここにつけるマグニファイアっていうのかな、あのレンズがあって視野角をちょっと広げてくれるビューファインダーみたいなのがいくつかのメーカーから出てて、なんかね1万8000円ぐらいのやつで、そのなんか割としっかりした作りのやつがあるんだけど、それはねこの視度調節のダイヤルが何かあるときにすぐくるくる回っちゃうみたいで、撮るたびに視度調節をやり直さなきゃいけないらしくて、ちょっと候補から外れて、あとはもう名前のわからない得体の知れないメーカーの7000円ぐらいのやつか、あとちょっと品薄で売ってないんだけど、宮崎光学って言ったかな、なんかそんなような会社のここにつけるやつがあって、それをつけてまたなんかその、 興味が出てきていろんなものをゴツゴツとつけ始めると、なんかまたこのシンプルさが失われてっちゃうんで、また自分の悪い癖で、どっかで踏みとどまらなきゃと思ってますけど、なんか試してみたいですね。なんかここに、つけて、その例えばやっぱりレンジファインダー の、 その単純にその自分が慣れてないっていうのもあるけど、その目が悪かったりしてピント合わせに本当にここで合ってるみたいになっちゃうことがよくあるんで、視野角が広がってちょっと拡大 1.4 倍ぐらい拡大できたら、もしかするとピント合わせやりやすくなるかもしれないんで、ただそれここが出っ張るとなんかこうカバンとかにしまう時とかにこうぶつかるらしいんですよね。それで、どっちを取るかみたいな、そのなんかレビューを見ると意見が多くて、なるほどねと思っているところです。というライカ買ったんですか、ライカおじさんみたいになってますが、買って5日目の感想となんかいろいろ買い始めたぞっていう話ですね。まあでももうこれ以上余計なものは足さないかな。あと足すとしたら、サムグリップ、ここにつける親指の補強するパーツをつけるか否かですね。今のところもともとついてるこの小さな出っ張りで間に合ってるけど、ここが確かにあともう一段大きく服こう出っ張っててくれたらグリップは格段に良くなるだろうなと思います。あとはまあ割と顔のケースでやっぱり YouTube でその発信している、矢沢さんというそのカメラマンの方が言ってたけど、縦グリ持ちする時とかにこの、ケースのこの部分が指で引っ掛けられるんでちょっとだけグリップが良くなるって、聞いていて、確かに ここはちょっとそういう意味では軽く指引っ掛けられるんでいいですね。なんか自分うっかりこのボタンを押してレンズ落っことしちゃいそうだけど、ちょっと気をつけてやらないと。前に、そういうことがカメラ扱ってて、ここでこういつの間にかこう構えた時に無意識にここを押しちゃってるみたいなことがあって、レンズ落っことしかけたことがそういうのが一回ありましたね。それ以来気をつけてるんだけど、今のところはそんな感じかな。まあ、ということでした。はい、今日のところはこんなです。後で写真をちょっと載せておしまいにしようと思います。ありがとうございました。はい、ではでは。